ティファニーの日本におけるブランドアンバサダー、女優モデルの三好彩香が、自身初となる始球式に登場。マウンドでは気品漂う仕草でスタンドから大きな拍手が湧き起こった。ティファニーユニをくくり、へそ出しルックで登場した三好。へそにはティファニーのピアスが輝き、美しさに周囲は息をのんだ。マウンドからの投球はワンバウンドで保守のミットへ。 思わず悔しさを滲ませたが、両チームへの配慮を見せたのはその直後だ。巨人ベンチ、そして DNA ベンチに向かって一礼。さらにスタンドのファンにも頭を下げた。この光景に東京ドームは大きな拍手に包まれ、何度も何度も頭を下げながら引き上げた三好。あっという間すぎて本当にもう終わったんだっけっていう感覚なんですけど。 でも本当にこのような記念すべきセレモニアルピッチということで、アンバサダーとして参加することができて、すごく光栄な気持ちでいます、と振り返っていた。